うわ、今日荷物かさばる日だ。車の中に荷物積むのめんどくせえな。ベッドキット下ろさないといけないよ。まあでもうちのベッドキットは跳ね上げるだけで荷物たくさん積めるからな。よし、これで OK。 よいしょ。あー、よかった、このベッドキットにしておいて。あとこの大きさの段ボール4セットぐらいは詰めそうだなってことですよ。豊かなハイエースライフをゴンダマンです。フレックスのオリジナルパーツをご紹介していきます。今回題材とするのは跳ね上げ式のベッドキットでございます。製品名をフリップアップベッド W2 と言います。 W2 の頭文字の W はワイドボディの W です。標準ボディ用のナロー N の2もございます。今回題材としているのがハイエースのバン、スーパー GL グレードワイドボディ。今回のベッドキットはハイエースのバン、スーパー GL グレード限定でお取り付けできる製品です。動画の構成ですが、まずベッドキットの概要、メリットデメリットの話触れていきます。続いて見た目、そしたら機能、次にサイズ、最後に感想を総括したいと思います。続いて価格の発表です。まず標準ボディ用のフリップアップベッド N2、 定価が19万6000円です。税込みで21万5600円です。続いて W2、 今回ご紹介していくベッドキットですね、定価が20万6000円、税込みで22万6600円の製品です。これは撮影時点2024年の5月上旬での価格でございます。皆さん、なんか増税とか怖いんでお早めにねご検討お願いいたします。さあ、思ったでしょう、ベッドキット高額だなって思いましたよね。自分が、主観になりますけれど、思っていることを伝えていくことによって皆さん、あ、価格相応だなって思っていただけたらとても嬉しいです。まずメリットデメリットの点ですね。まずメリットに関しては、ベッドキットを搭載することによって単純に車の中に真っ平らで体を休めることができるベッドキットを常設できる、これは一つの魅力だと思います。それに付随してですね、ベッドキットがあることによって下側には収納空間が生まれるので、たくさんのギア荷物あると思います。それを収納した上ですっきりとした見た目で車の中に保管することができます。続いてメリット、なんといってもフリップアップベッド W2、 名前の通り和訳すると跳ね上げが行える点ですね。奥行きがあって高さのある荷物を積み込もうとなった時、跳ね上げ式のベッドキットじゃない場合って少しだけ荷物の積み込み難儀するかなと考えています。ベッドキットって大きく2つの属性に分かれます。跳ね上がるか跳ね上がらないかですね。やれること結構変わってまして、例えばじゃあでかい荷物積むよってなった時、そのベッドマット外して車の中に収納できる場合とそうじゃない場合あります。ご自宅で一時的に保管するしかない、ガレージに寄せとくしかない、車から基本的に下ろすっていうところが前提で作られてる製品が多いですね。その点このフリップアップベッド W2 に関しては N2 もそうですけど、車内で収納が完結するんですね。ベッドマットを下ろすといった煩わしいことはなくなります。続いてデメリットですね。企業の公式チャンネルでデメリット話してくれるところなんてあるのかなと思いますけれど、まず高額である点ですね。 W2 の製品に関しては税込みで22万6600円、高いですよね。なかなかベッドキットにその金額出していいのかなって悩んでしまう皆さんのお気持ちもすごくわかります。続いて高さ変更ができない点がありますね。跳ね上げを行うことによってどうしてもベッドマットがこう天井に近づいていくわけですから、ある程度このベッドキットの高さというのは決めるしか他にないです。で、今回サイズ感も触れますけれども結構いい感じの塩梅になってます。あとは跳ね上げる順番というのは決まっているんですね。片方だけ跳ね上げたいよっていう場合は助手席側だけベッドマットを展開、運転席側は跳ね上げる、片側だけ跳ね上げるレイアウトとしてはこの使い方しかできません。あとはカラー選択がブラックの生地一択となっております。一旦概要編はこの辺りとして本編進めていきたいと思います。それでは最後までご視聴よろしくお願いいたします。今ベッドマットを跳ね上げました。ベッドキット紹介するよって言ってないじゃんって感じになりますよね。そう、このベッドキットは
跳ね上げることによってもうベッドキットがねない空間を作り出すことができるんですね。たくさんの荷物が積めること、ここって欠かせない要素ですよね。フリップアップベッドはベッドマットを下ろすことなく、ベッドマットを下ろすことなくですよ、この広大なラゲッジスペースを利用することができます。実はこのフリップアップベッド W2N2 というのはアップデート版のベッドキットでして、以前のモデルと何が違うかというと、ベッドを跳ね上げた状態で2列目シートのリクライニングが行えるようになりました。以前のモデルですと跳ね上げた状態で2列目シートの肩の部分と干渉してしまって、シートのリクライニングが行えませんでした。今回の W2 に関してはリクライニングが行えます。この流れで触れていきます。ベッドマットを開く順番、助手席側のベッドマットを必ず先に展開するようにしてください。この助手席側のベッドマットの裏側に折りたたみ式の足があります。この足を先に支えとして展開しないと運転席側のベッドマットも展開することができません。こんな感じです。広々としてすっきりとしたデザインです。ベッドマットの厚みは30mm、ベッドマットの表面は5つの生地で分かれるようなデザインをしております。ステッチも黒色で統一してあって、徹底的に黒にこだわったデザインですね。で、先ほどデメリットもう一つ伝えておきたかったんですけど、ここね、今回フリップアップベッドということで中央に支えがないと壊れちゃうんですよ。その関係でここの部分、足があります。これは積む収納を選ぶ要因になるのかなと感じております。続いて機能紹介です。跳ね上げができます。以上です。というわけにはいかないので、どんなレイアウトがお楽しみいただけるのかなってところ触れていくんですけれども、まず使い方の一つとして、ラゲッジスペース全体にベッドキットを展開した状態ですね。見ての通り下側に荷物スペースを構えつつ、上は常設のベッドキットとしてお楽しみいただけます。で、2つ目の使い方としては、運転席側のベッドマットを跳ね上げて片側ベッドキットとしてご使用いただけます。ちなみに跳ね上げたベッドマットは2列目のシートベルトの付け根に挟み込みで固定用のバックルを後付けするので、ここでラッシングすることができます。ベッドマットを片側跳ね上げることによって、自転車やバイクといった大きな荷物片側に積み込むことができます。これができることによって、このハイエースバンがさもトランポかのようなね、使い勝手を楽しむことができるんですね。また常設でベッドキットを出しておくことによって、車中泊スペースとか寝具とかも出しっぱなしでいいんですね。これもし跳ね上げが行えないベッドキットだった場合、ベッドキットの上にある寝具を全部片付けるところからがスタートです。今回は助手席側を出しっぱなしでいいので、ここがとても楽です。そして片側だけベッドキットを展開していると、この車内でベンチみたいな使い方もできるわけですね。こうやって寝っ転がっていて車中泊してます。もちろん扉閉まってる状態ですよ。その状態でこの動きができるって、これね、ヘビーに車中泊される方にとってはいい点かと思います。片側ベッドキットの魅力、もう一つあることとしては、この下側ぐらいの荷物が取り出しやすいことですよね。もしベッドキットがこう横ストレートのモデルだった場合、言うてラゲッジスペースの外側に人が立って手が伸ばせる範囲なので、この中腹ぐらいまでの荷物しかこうやって取り出せないじゃないですか。ただ片側のベッドマットが跳ね上がることによって、この辺にも手を入れ込んで荷物にアクセスができるわけですね。なんで車の中、ベッドキット下のデッドスペース、触りにくい部分が少なくなるというのも魅力の一つですね。プラスでですね、この2列目シートも跳ね上げることによって、この L 字型のどでかい収納スペースを確保することもできます。まあ、いろんなものを積み込むシーンあると思いますが、結構万能ですね。で、最後の使い方として、助手席側のベッドマットを跳ね上げて広大なねラゲッジスペースを確保することができます。ちなみにベッドマットのラゲッジエンド側に引っ張ることで、この足を畳む爪もあります。こんな感じでね、足も格納できます。
はい、こういう状態ですね。これ皆さん同じこと言いますが、ベッドキットが展開している状態とそうじゃない今、車の中から下ろした荷物は一つもありません。車の中完結でこの空間と展開してある空間、どちらもご使用いただけます。これ振り幅があって面白いなと思います。今回のフリップアップベッド W2 に関してはアップグレード版という話をしましたね。このように肩の部分が干渉することなく、2列目のシートをベッドマットを跳ね上げた状態でリクライニングが行えるようになりました。このフリップアップベッドに関しては N2 のモデルと W2 のモデル共通の作りとして、ベッドのマットが延長してあります。ここのマットを実はこんな感じで外すことができます。これじゃあ何のために外せるようになっているかというとですね、まずじゃあ片側だけ外した状態で表現していきましょう。ちなみにこのようなノブ、ダイヤルとこういうプッシュ式の決められた穴に対して固定ができるような構造になっています。この状態で一旦ベッド展開した方が分かりやすいかな。こっち側はベッドマットが延長してあって向こうはしてない状態じゃないですか。ハイエースのシートをリクライニングするとき、鍵となってくるのが2列目シートの関節の位置なんですよね。実は2軸ありまして、で上側のレバーに関してはここの軸に対してまっすぐか直角かを管理しているレバーでして、細かな角度調整というのはこの下側の太いレバーを使うんですね。この状態でこう下げようと考えた時にここと干渉してしまうわけですよ、まあ、それでもこの座るに不自由ない角度まではリクライニングすることができるんですけれども、もしこれ以上角度を倒したいなってなった際には両側の延長ベッドマットを外すことでより深いリクライニングをお楽しみいただけます。さてベッドキットのあらゆる寸法を測定していきたいと思います。まず全長ですね。ベッドマットが延長してある状態で1700と30ミリです。全幅は1700ミリですね。ベッドキット上、開口部はちょっと狭いんですけれども、広いところで見ていくとベッド上が940ミリ、ベッド下が410ミリ、中央のフレームと助手席側のフレームの間が600ミリ、運転席側のフレームと中央のフレームの間が680ミリ。2列目シートを倒すことでここに50ミリの隙間は発生してしまうんですが、長さ2400ミリを確保できます。2列目シートを畳むことによってここを枕スペースとか荷物置きスペースとしてご利用していただければ、2メーター40センチまでの大柄の方でもまっすぐピーンと寝ることができます。ちなみに助手席側のベッドマットと運転席側のベッドマットはどちらも幅が800と40ミリです。で僕の体が全幅約600ミリとなっているので、大体の方は片側だけ跳ね上げたとしてもお一人であればご就寝気持ちよく可能ですね。ということで今回フレックスのオリジナルパーツ徹底紹介、フリップアップベッド W2 編ということで、高額な製品ではありますが片側だけ跳ね上がるベッドキットの魅力、しっかりとお伝えすることができたのかなと思います。このベッドキットじゃないと楽しめないレイアウトというのはたくさんあります。こちらのベッドキットは全国のフレックスのハイエース店で取り扱いがございます。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。